光と闇から生まれた始まりは心によって育まれた。命は脈々と受け継がれ、時が流れ、やがて世界となった大地は人々の暮らしを作り上げた。ここは光と闇、継ぎ物と継がざる者、夢と歪みを持った多層都市、スカラアドカエルム。子はやがて衆となり、結社を組織した。継ぐ者の結社、継がざる者の結社。いくつもの衆は都市をめぐる血脈のようにこの世界に張り巡らされていた。他ならぬ君がこの世界に目覚めたのは、漆黒の空に美しく歪んだ星の降る夜だった。自分が望む結末ではなかったと絶望するのなら、他の世界に退場すればいい。選択肢は無限にあるはずだ。あなたはこの世界に来て7日間、ずっと眠っていたの。ここはクアトラトゥム。聖者の世界ではあるけれど、私たちにとっては死の世界ってことになるみたい。一度退場すれば元の世界に戻れると思うな。どうするじゃよ。
手がかり見つかるといいね。おい、どこへ行くんだよ。